勘違いされちゃったっていいよ。君とならなんて思ってたって言わないけどね。近づく空の香りを隣で感じていたいの。固定で君のことは一番に見つけて今日なんて話しかけようか。ちょっと考えるの楽しくて風に揺らされるカーテン、不意打ちに当たる日差し、眩しそうな顔を笑ったら照れて伏せちゃうのね。憂鬱なテストも吹き飛ばせるようなねえ、二人で秘密の約束をしたいなって提案です。勘違いされちゃったっていいよ。君とならなんて思ってたって言わないけどね。近づく空の香りを隣で感じて思うのは私だけかな。君の隣じゃないならきっと少し退屈な日々ね。可愛くない落書きや真剣に